朝鮮共産党。朝鮮共産党は、かつて、朝鮮に存在した、共産主義政党。1925年に、日本統治下の慶状府、現、ソウル特別市で結成された。略称は、朝とも。1920年代の朝鮮共産党は、日本の関係の弾圧によって、党中央の壊滅と再建を繰り返しており、3年、あまりの存続期間は、 第一次第四次朝鮮共産党に区分される。1929年にコミンテルンの承認を取り消されたが、朝鮮において再建運動が続けられた。また、党は日本や満州、中国東北部在住の朝鮮人の間にも組織的な広がりを持ち、これらの地域の社会主義運動にも影響を及ぼした。第二次世界大戦後の1945年9月に、 朝鮮共産党は再建され、1946年に南北2つの労働党に再編された。現在の北朝鮮の指導政党である朝鮮労働党の前身組織であり、かつて金日成も北部朝鮮文局の初期長としてメンバーだったが、現在の北朝鮮当局朝鮮労働党による政治は金日成が指導した高日パルチザンに 革命の伝統と正当性を求めており、1920年代の朝鮮共産党については分派集団として存在自体を否定している。朝鮮人の社会主義運動はロシア革命後にシベリア在住の朝鮮人によって始められた。共産党の名を持つ最初の朝鮮人団体もシベリアでの運動から誕生した。また、日本に留学した朝鮮人の中にも 社会主義思想を受容し、運動に身を投じる者が現れた。1918年6月、リアズマヒカリ、ラガ、ハバルフスクでを結成。1920年のコミンテルン第2回大会には、肝心社会党から出席した、ボクチン・アツシが、民族、植民地問題委員会の討論に加わり、執行委員にも選ばれている。リアズマヒカリが、大韓民国臨時政府。 1919年結成に参加したことから、肝心者回答は拠点を上海に移し、1921年に、高麗共産党を称した。彼らのグループは、と呼ばれる。これと前後してに、ボリシェビキ党員の金明くん、クレナツモクラが、イルクーツクで、ロシア共産党監属部を結成。1921年に同じく、高麗共産党を称した。 彼らのグループは、と呼ばれ、上海にも、支部を置いた。イルクーツク派には、僕、県営らが属した。上海派は、民族解放を優先課題とし、イルクーツク派は、社会主義革命を優先課題とした。両派は激しく対立し、1921年には、スボボードヌイで、 朝鮮人民族主義団体の軍事組織やソ連の労農軍を巻き込んでの衝突に発展した自由史無後編。1922年1月から2月にかけてモスクワで開かれた極東諸民族大会、極東近労者大会には朝鮮人代表団が参加し、同大会参加者148人のうちの約3分の1、54人を占めた。リュウンキョウ 近景職など民族主義陣営の陣士も参加したが、社会主義系の各派からも、リアズマヒカリ、ボクチン、アツシ、ボクケンエイ、キンタンヤなどが参加した。この時朝鮮から参加した焦燥のメンバーが、後の朝鮮共産党結成の中心メンバーとなる。1922年12月、コミンテルンは、高麗局とも訳される。後にオルグビューロを設置し、上海、 ミルクーツク両派の対立解消に乗り出すとともに、朝鮮内に支部共産党を創立するための工作を行った。しかし、両派の構想に加え、朝鮮内の社会主義者が外部からの介入に反発したことから、コミンテルン主導の闘争説は失敗している。日本における朝鮮人留学生には、社会主義思想を受容する者も,も現れ、 1921年11月2が、発足した。黒東海参加者には、僕列、捜査サ,サグガン、ラが挙げられる。黒東海は1922年に分裂し、僕列ら実行派、アナキスト派が、風雷会、後黒友会を、金弱水、金正反ら議論派、ボリシェビキ派が、北西会を結成した。 1919年の3.1独立運動後の朝鮮では民族運動の功用に加え文化政治を標榜する朝鮮総督府当局が民族運動の抑圧を一定程度緩和したことも相まって労働運動、農民運動も活発化した。1920年4月、超特集らによって朝鮮労働協裁会が結成された。 労働社会の組織と制度の改善を最終目的として掲げた朝鮮労働協裁会は各地に司会を広げ、1921年3月には約1万7千名の会員を要するに至った。1922年には朝鮮労働協裁会から離脱する形寺による朝鮮労働連盟会が結成された。同会は、 階級的指揮による一致団結を明確に打ち出し、1923年には命令を期してストライキを打った。1924年には167の労働団体と約4万5000名の加入者を抱えた朝鮮労働総同盟が発足し、インテリ層の間でも思想団体が結成された。主要なものとしてが挙げられ、これらは朝鮮における 社会主義運動のセクトとなったソウル青年会、ソウル派は1921年に結成された青年運動団体で、金を猛国、超特集らが主要メンバーである。ソウル青年会を母体に社会主義運動のセクトとなったソウル派は、リアズマヒカリラ・シャンハイ派と連絡を持った。その出事からもソウル派は、青年運動に対して強い影響力を持ち、 1924年には朝鮮青年総同盟,盟を結成している。ソウル派はその後の朝鮮共産党の歴史の中で主流とはならなかったが、活動家の内最小駅が中国亡命を経て戦後に北朝鮮の交換となっている。後粛清。北風会は1922年に朝鮮に帰国したが北西会を基盤に作った組織である。1924年には ソウル青年会と北風会の社会主義者を中心に労働者、農民組織として朝鮮労働同盟が結成されている。歌謡会、歌謡派は1923年に新思想研究会として発足したもので、1924年に歌謡会に改称した。イルクーツク派の影響の強い団体であり、1923年頃に朝鮮に帰国した金財宝、 僕県営ら歌謡会に加入している。また、日本留学から帰国した、捜査サ,サグガンも参加している。会員には他に、金さん、がいた。歌謡派は、各種団体に影響力を及ぼしつつ、北風会系と連携して、共産党の結成を準備した。1925年4月17日、京城府、現、ソウルの中華料理店、ガジョエンにおいて、 金財法ら18人によって、朝鮮共産党が結成され、責任秘書、初期長に、総統に、金財法を選出した、第一次朝鮮共産党。また、翌4月18日には、僕県営、総査サグガンらによって、青年組織として、高来共産青年会、略称、高来共生あるいは、共生が結成された。元より非合法の組織であり、 秘密裏の決闘であった。朝鮮共産党は歌謡派が主導し、北風海派が加わって結成された。この過程から排除されたソウル派も共産党組織を結成したが、コミンテルンの承認は得られなかった。朝鮮共産党は、1926年春にコミンテルンから承認を受け、正式な共産党、コミンテルン支部となった。しかし、それより、 以前の1925年11月に上海に向かう途中の党員が中朝国境の新ウイジュにおてトラブルを起こし上海経由でモスクワに送ろうとした強制の事業報告書が関係に没収されたことから党の活動が露見。僕県営、金在法、金弱水ら主要な党員、幹部らの一斉的発、検挙がやれ、検挙を逃れた幹部も国外に亡命した。 これにより組織は大打撃を受けた第一次朝鮮共産党事件。僕県営らが検挙された後、当時の朝鮮日報陳述市局長を中心として1926年2月に組織が再建された第二次朝鮮共産党。強制責任秘書には憲法が就任した。第二次朝鮮共産党は海外在住の同胞の間に組織を広げるべく日本に 日本部、後に、日本総局、満州に、満州総局を設置した。また、20名余りの朝鮮共産党員、共生同盟員を東方勤労者共産大学、空飛べに送り出している。今日は、労働団体の指導にあたり、また、民族主義者との共同戦線を目指した。1926年4月26日に、 大韓帝国最後の皇帝順州が死去すると、第二の3.1独立運動を展開しようとして、天ン教に接近、学生を動員しビラ10万枚を配布しようとした、6.10万歳運動。しかし、これが発覚し、京都オール A、ケンゴラ幹部が検挙、弾圧された、第二次朝鮮共産党事件。第一次、第二次共産党を主導した、歌謡派は、 ほとんどが壊滅し、拷問による死者をはじめとする多くの犠牲を出した。第二次朝鮮共産党の弾圧後、北西会系のやソウル青年会、ソウル派のらによって、社会主義陣営の統一が図られ、1926年12月に朝鮮共産党が再建された。朝鮮共産党の責任秘書には、禁止殺しゅんがつき、強制の責任秘書に、高校書がついた。 第三次朝鮮共産党では、マルクスレーニン主義による指導が掲げられたことから、ML 党とも呼ばれる。青年運動に影響力を持っていた。ソウル派の合流は、社会主義系の青年運動の強化発展に、重要な意味を持った。ML 党に参加した主要メンバーのうち、アンコーセンは、東京において1月会、北西会が、会省で活動していたが朝鮮に帰国したものであり、他に、 画質源、金春淵、蔡栄機関らもこのグループに属する。ソウル派からは、蔡昌益、李仁志衆が参加、他に上海派の範囲兼、両キららが合流した。第3次朝鮮共産党は内部に派閥対立を抱え、1年余りの存続期間の間に、朝鮮共産党の責任秘書は、金主殺し暗行船、金春淵金ブ淵、強制の責任秘書は、 高校主、両明が出現、金明と目まぐるしく交代た。党内部にこうした困難を抱えながらも、新幹会、金友会に積極的に参加し、民族主義者との統一戦線の結成を図った。しかし、1928年2月に、関権の弾圧によって組織が、再び壊滅した、第三次朝共産党事件。なお、ML 党から排除されたらは、 1927年12月にソウルの春慶園で朝鮮共産党を結成した。このグループは春慶園共産党と呼ばれるが、関係の弾圧により1928年6月に壊滅した。第3次朝鮮共産党事件直後の1928年2月を責任秘書として共産党が再建された。強制の責任秘書には、 金有明がついた。しかし、同年7月に、関係の弾圧を受けて、壊滅、第四次朝鮮共産党事件。車今祭りは1929年3月に、国死、金有明も拷問がもとで死亡している。日本、満州在住の朝鮮人社会主義者を組織すべく、朝鮮共産党には2つの在外総局が、設置された。金弱水らの北西会。 1925年1月、1月会に改変に見られるように、日本においては、朝鮮人留学生の社会主義運動組織が作られていた。1922年の品野川朝鮮人虐殺事件発覚は、低賃金や過酷な環境での労働、タコベヤ労働を強いられた在日朝鮮人労働者の状況に対する、朝鮮人、 日本人社会主義者の関心を集めた。1922年、東京朝鮮労働同盟会が結成される。1925年2月には、在日朝鮮人労働団体が結集して、在日本朝鮮労働総同盟、在日朝鮮労働総が結成されている。第二次朝鮮共産党は1926年4月に、日本部の結成を試みたが、弾圧により頓挫した。 組織化が実現したのは、第三次朝鮮共産党の下での1927年5月のことであり、朝鮮共産党日本部、責任秘書、木楽省と高麗共産青年同盟日本部、責任秘書、藩林が結成された。党の日本部は1928年4月に日本総局と改められた。党日本総局責任秘書は後に、金展会が務め、 強制日本部責任秘書を一時期が務めている。社会主義者たちは在日朝鮮人運動の主流を占め、日本民衆との連帯を重要視した。1929年頃より一国一党原則が強調され、在日朝鮮労部差が日本労働組合全国協議会全協に解消されるなど、朝鮮人組織は日本人組織に吸収されることとなった。 このことは在日朝鮮人運動に混乱を招いた。朝鮮共産党日本総局は1931年に解散し、近天会らその多くは日本共産党朝鮮人部で活動することになる。1926年5月、吉林省ネア型安子党、と、現、国旅行消防担行し安々において、朝鮮共産党満州総局、責任秘書。 そうサさぐがんが設立された。党は満州在住朝鮮人の運動を指導し、農民運動、青年運動が活発化、左傾化した。朝鮮人の多く住む真島に領事館を置き、在外朝鮮人の抗日運動の取り締まりを行っていた。日本の関係は、真島共産党の動向を警戒し、1927年1月、1928年5月、 1930年4月の3時にわたって大規模な弾圧を行った。1930年には、マジマ共産党暴動が勃発した。朝鮮共産党満州総局は1930年に解散し、その多くはに加入する。当時満州で、左派系の朝鮮人軍事組織に参加していた、金日清も当時は朝鮮共産党に入党してなかったが、 1932年、内し1933年に、中国共産党に入党し、同党指導下の東北抗日、連れ軍で頭角を表すとになる。1928年7月、第四次朝鮮共産党事件によって、党中央が検挙された際、コミンテルンでは、第6回大会、1928年7月から9月、が開かれていた。 コミンテルンは大会後に朝鮮共産党の承認を取り消した。1928年12月、コミンテルン朝鮮委員会は朝鮮革命農民及び労働者の任務に関する決議、朝鮮問題に関する決議とも、通称12月定税を採択した。12月定税では党がインテリ、学生中心で労働者と没交渉であったこと。 分配争いのために本のスパイや先導者の潜入を防げなかったことを批判し、労働者、農民を獲得することを指示、階級闘争運動を強調した。これは民族主義者との共闘に否定的な見解を示唆したものであった。統一戦線の否定と非合法活動の推進は運動に混乱をもたらすこととなった。朝鮮共産党の再建が行われなかったことに加え、 コミンテルンの一国一党原則により、満州総局と日本総局は解散した。満州、日本在住の朝鮮人共産主義者は、それぞれ中国共産党や日本共産党に加入し、中国や日本の社会主義革命のために活動することとなった。朝鮮において、12月定税に基づく党再建運動はたびたび試みられたが、 いずれのグループもコミンテルンによる承認を得られなかった。当局による弾圧の中で1930年代には、社会主義者の活動は困難となり、多くの人種が共産党の活動から離れ、民族主義路線への転換を行った。元山ゼネスト後の1929年6月には、 社会主義者たちの運動が共産党再建を図るものとして弾圧された第五次朝鮮共産党事件。マルクス主義経済学者も検挙された一人である。1934年から1936年にかけてラによる党再建ソウル準備グループが活動した。1939年に釈放されたボクは残存する社会主義者の初派を集合して 党の再建を模索し続けたが、グループ1941年に大部分が検挙された。僕県営は、広州で、レンガ工場の労働者として潜伏した。1945年8月15日、日本の敗戦により朝鮮は解放を迎えた。解放後初めて、朝鮮共産党を称する組織を作ったのは、元共産党員の、低下氏は、李昌陽らで、 8月16日にソウル市内の長安ビルにおいて朝鮮共産党の結成を宣言し、利益を責任秘書とした。このグループを長安派と呼ぶ。戦時期に潜伏していた僕県営はソウルに姿を現すと朝鮮共産党再建準備委員会を結成した。ここから僕県営グループを再建派と呼ぶ。長安派は僕県営を指導者に迎えようとしたが、 僕権衛は拒絶、朝安派共産党の正当性を認めず解散を要求した。結局朝安派共産党は解散し、再建派に合流することとなった。1945年9月11日、朝鮮共産党が僕権衛の下で再建されて、ソウルに本部を置き、僕権衛が党の総秘書となった。再建された朝鮮共産党は、名目上は、 朝鮮全域にわたる組織であり、朝鮮人共産主義者を指導する唯一の前衛政党であった。しかし、それまで国外で活動し様々な背景を持つ共産主義者たちがに朝鮮に帰国することで、事態は複雑なものになった。中国共産党の指導のもと、中国本土で活動していた延安派、ソ連共産党の党籍を持ち、ソ連軍と共に入ってきたソ連派、 そして近日生ら満州の中国共産党の高日パルチザンで後ソ連軍に編入された満州派などである。これに対し日本統治下の朝鮮に留まり続けた僕県英らを国内派という北半部を占領統治するソ連の意向も交え、朝鮮の共産主義運動の主導権をめぐる構想が以後繰り広げられることになる。 ソウルの朝鮮共産党は当面の革命段階をブルジョワ民主主義革命と規定して民族統一戦線を施行し朝鮮人民共和国などの運動にも中心的な役割を果たした朝鮮共産党は当初は米軍政に対しても協調的であった1945年12月28日にモスクワ三国外相会議米国英国ソ連で 朝鮮の信託統治案が明らかになると、緊急、大韓民国臨時政府グループ他の諸党派と共に、信託統治反対、反対で一致するが、1946年1月2日に、朝鮮共産党は突如信託統治指示を表明、3日に三国外商会に決定指示大会を開催し、反対の機運の中で混乱と失望をもたらした。朝鮮半島北部には、 ソ連軍が進駐し、社会主義者を利用した占領統治を行った。再建されたソウルの東中央と連絡を持つ党組織も再建されたが、北半部では北部のみの中央組織が必要とする主張がまれた。国内派が南北一帯の組織維持を主張したのに対し、ソ連派、満州派及びソ連軍政党局が、 北部独自組織の設立を主張したと考えられている。1945年10月13日、10日との、説もあるに開催された、西北語道等責任者熱声者大会において、朝鮮共産党北部朝鮮文局、第一初期、金印り班、北朝鮮文局と記されることもあるの設置が、決議された。分局は、党中央の承認を経て10月23日に、 平壌に設置されることとなり、ここにおいて事実上、朝鮮共産党の組織は南北に分かれた。なお、現在の北朝鮮の朝鮮労働党は1945年10月10日を、創建記念日としている。朝鮮共産党北部朝鮮分局の設置による、ソウルの組織からの分離に、党の期限を求めていることになる。北半部では1946年5月に、 北部朝鮮文局が北朝鮮共産党と解消1946年8月に朝鮮新民党、沿岸派系の左派政党と合同して北朝鮮労働党、委員長、金佐佐となった。また、ソウルの朝鮮共産党も1946年11月に南朝鮮新民党、朝鮮人民党と合同し、南朝鮮労働党、委員長、 拠年として再編された。その後、朝鮮半島南半部では、反共主義から共産主義者の活動に対する弾圧が行われ、朝鮮労働党の活動は混乱になった。党の主要幹部らは越北市北県へも平壌から党を指導することとなった。1949年6月30日に、南朝鮮労働党と北朝鮮労働党は合同。 実質的に北朝鮮労働党による南朝鮮労働党の九州朝鮮労働党委員長金日成が結成される。1925年に期限を持つ朝鮮共産党を再建した僕県営は日本統治下の朝鮮における長い活動歴を持つ指導者であり、北朝鮮への合流後もナンバー2として金日成に次ぐ影響力を保った。しかし、 朝鮮戦争後にアメリカのスパイとの権威をかけられて処刑された。長らく反響を国税としてきた韓国において社会主義者たちの活動が公的に顧みられることがなかった。しかし近年は社会主義者の活動も民族独立運動の一潮流として公認されるようになり独立友好者として表彰される人物も現れるようになった。2005年には 朝鮮共産党初代責任秘書の近在法に建国勲章愛国章が追蔵されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。